はい、では内装を見ていきます。まずドアトリウム周りですね。この辺は特に気になるような感じのところはないですね。黒レカロ仕様です。まあ距離走ってる割には比較的綺麗な感じ。あ、ここら辺はねシートベルトの擦れがちょっと出ちゃってますけど、まあこの辺が潰れてるとかもないですし、焦げ穴とかも特にないですね。まあ多少シートのねちょっとシミとかはありますけれども、綺麗な状態ですね。ステアリングもまあ特に擦れとかもなく綺麗な状態。ダッシュボードはちょっと乗り跡があるかな。そこ以外は特に気になるところはないですね。で、ギャザーズの DVD ナビ、まあ古いですね。こんな感じ。シフトブーツ周りはまあ多少の汚れとかはありますけど、まあそんなに気にならないかな。レーシングのマフラー入ってるんでなかなかいい音しますね。よいしょ。で、トランクの方はまあちょっと、汚れとかはあるかな。ジェズレーシングのタワーバーも入ってます。で、助手席側のドア、まあこちらも綺麗な感じですね。まあこの距離走ってる割には結構内装も綺麗な状態かなと思います。はい、あとリアシートですね。こんな感じですね。まあリアシートも特に気になるようなところはなさそうです。はい、以上 DC5 の内装でした。